モミ族は、松科の族の一つで、北半球の寒冷地から温帯にかけて、約40種が分布する。樹形は、生育条件にも左右されるが、円錐状のクリスマスツリー型となることが多い。幹の同じ高さから輪を描くように枝を四方八方に出す。樹皮は、開白色から褐色のものが多く、若いうちは平滑で成長するにつれて臨場に細かく、割れる種が多いが、 中にはかなり高齢でも平滑なままの種や盾に割れる種もある。一般には松族の大多数の種ほど樹皮が発達し深く割れることはない。若い平滑な樹皮には桜や看バの皮目のような横筋模様が目立つ。これは呼吸目的の皮目とは異なり樹皮直下に樹脂が溜まったものでヤニ玉、ヤニ袋などと呼ばれる。枝は松族や ヒマラヤスギ族などと違い長枝と単枝の区別はなく、葉は長枝のみにつき形は針状で生え方はチルウでいずれも常緑、葉の感じは頭皮属に似るが葉のつく部分の枝に凹凸は発達しない。葉のつき方も種によって異なり、中には枝が見えないほどびっしりと立体的に密に葉をつける種もある。若い枝には毛が生える種もある。尾花は 小さなラグビーボール型で多数群生して生え、この点は松族と似ている。頭皮族、菅族の各種は、尾花は一箇所につき一つしか形成されない。雌花は枝の先端に上向きに形成され、受粉後上向きに立ったまま休暇になる。若い休暇の色は黒色、緑色、褐色など様々であり、熟した時にも褐色になるものと黒色になるものに、大別される。 熟すると木の枝で林片が剥がれ落ちて分解し、種子を散布する。この点は、ヒマラヤスギ族と似ているが、ヒマラヤスギ族は、単枝が発達しもみ族とは、葉の付き方が異なる。そのために、松ぼっくりのように旧花の形で地上に落ちることはなく、旧花のあった場所には、枝の先に旧花の芯だけが突き出した針のような形で残る、大きくなる種類が多く、 軽くて加工性も良いために分布地では利用が盛んな場合が多い。もみ族の木材の性質は、頭皮族のそれとよく似ている。両者とも材は一般に白身みがかっており、偏材と新材の区別がつきにくい。無色新材や熟材と呼ばれる特徴を持つ。しかしながら腐りやすいのが難点で、新葉樹類でも頭皮族やガ族と並び最も腐りやすいグループとされ、 使い道を選ぶ樹種である。高温多湿な我が国は、杉やヒノキといった耐久性に優れる樹種が手に入りやすいこともあり、トドマツの豊富で冷涼な北海道は別にして、建材としての利用は少なく、建物の強度に関係せず白色の見た目が好まれる。ことから板材としての利用が主だった。他には、匂いが弱く、食品に移りにくいことから食器類。 色が白く清潔感を与えるということで、外場や看護家にはよく用いられる。外場の産地で有名な奥多葉は、もみ類の産地として有名である。近年は輸入の自由化と加工、防腐技術の発達により修正材や 2x4 のパーツの形で欧米などからの輸入品を用いて、家を建てることも多くなり、利用範囲が広がっている。 ホームセンターなどに並ぶ SPF 剤の F は英語でも実を示すファーに由来する。欧米では樹液から樹脂や精油を作って飲料や入浴剤として使われることもある。ガラスレンズの接着などに使われたカナダバルサムもバルサムも実と呼ばれる種から抽出される樹脂である。ドイツでは魔除けとして使うといい家の扉の前にもみの枝を飾る。また家が新築するとハフに。 もみの枝をつけて、祝ったり、枝を持った娘たちに踊らせるという、木は、クリスマスツリーとしても利用されることがある。もみ族は、頭皮族や、松族に比べて分布が狭いので、頭皮や松を使う地域もあり、必ずしも、もみ族を使うわけではないまた、クリスマスで歌う、もみの木は、ドイツ発祥の曲である。アビエスアルバヨーロッパもみルーマニアから、スイスフランスに至るヨーロッパ中央部の広い範囲と、 スペインのピレネー山脈等に分布、樹高は50メートルに達する。ドイツ語名は、ワイズタンネ、主相名アルバは、白いの、イミアビエスナブローデンシスシチリアモミイタリア南部にある、シチリア島の標高1500メートル付近に分布、森林破壊によって、生存個体は20個体前後にまで減少しているという、A アルバの変種に当たるのではないかと考える学者もいる。イタリア語名は、 アベテデーナブロディアビエスボリシーレジスアビエスセフファローニカギリシアモミギリシア各地の山岳地帯に分布樹高30メートル程度の中型種アビエスノードミニアナコーカサスモミ国会周辺トルコやコーカサス地域に分布するアビエスピンサポアビエスニューミディカアルジェリアモミアビエスシリセカフラセリーモミアビエスフレイザーアイワミョは英名フレイザーファーの直訳英名首相名共に スコットランドの植物学者、ジョン・フレイザーにちなむ、アメリカ東部のアパラチア山脈南東部に局所的に分布。樹高15メートル程度の小型種。死後も信用が枝から離れにくいために伐採してから使うタイプのクリスマスツリーに最高だという、ヨーロッパから侵入したアブラムシの一種の攻撃に弱く大量起こしが問題化している。バルサムモミアビエスボルセミア。 カナダ南東部とアメリカの五大湖周辺の広い範囲に分布。樹高は20メートル程度のことが多い小型種。樹脂はカナダバルサムの原料として有名。ミヤマパルサムアビエスラチオカルパ。北米大陸北西部、ロッキー山脈北部やカスケード山脈の広い範囲に分布する。英名はサバルプインファーやロッキーマウンテンファー。シベリアモミアビエスサビリカトドマツアビエスサシャリネンシス。 北海道、カラフト、千島に分布、樹高30メートル、直径1メートルに達する中型種。日本産もみ属として、経済的に最も重要な種であり、北海道で広く栽培される。アイヌ語では、トドロップやフプと呼ばれ、トドロップが、トド松の由来になったと言われる。フプの方も、道内の地名として残る。旧蚊は、黒色で、長さ5から8センチメートル。 種鱗からつと鱗がはみ出して見える量が、北方産と南方で異なり、亜種、変種として認めることが多い。種小名サシャリネンシスは、サハリンのの意味、朝鮮調べアビエスコレアナ朝鮮半島南部の、標高線の2000メートル程度の山岳地帯に分布、樹高は20メートルに満たないことが多い小型種。種商名コレアナは、高麗のの意味、アビエスネフロレピス中国東北部から、 朝鮮半島にかけて分布。中国名は草日屋杉。白ビソアビエスビッチー漢字では、白ビソなどと表記される。山形県以南の東日本の山岳地帯と、紀伊半島、四国に分布。四国のものは、葉の太さや、旧花の大きさが異なり、変種として扱うことがある。いずれもアメリカ大陸に分布アメリカオモミアビエス、グランディス、アメリカ北西部オレゴン州とアイダホ州を中心に、 分布する。英名は、グランドファー、ジャイアントファー、首相名グランディスも大きいの意味。名前の通り非常に大きくなり、受光は70メートル、時に80メートルに達する。海岸部の個体群と内陸部の個体群は、編集の関係とされ、海岸部のものの方がより大きくなる。コロラドモミアビエスコンコロール。 ロッキー山脈南部とカリフォルニア州北西部の二つの分布域に大きく分けられ、前者に比べ後者の個体は巨大化し、足扱いされることが多い。英名は、ホワイトファー、首相名コンコロールは、色が同じの意味。アビエスターン・ジェンシス、メキシコ北西部の山岳地帯に分布。種商名は、メキシコの地名ドゥランゴに由来。アビエス・フリンキー、メキシコ南部からグアテマラにかけて分布。 アビエス・グアトマレンシス・グアテマラを中心に一部、ホンジュラスやエルサルバドルに分布し、モミ族の中では最南端に生息する種で、種商名は、分布地グアテマラにちなむ、樹高20から30メートルの中型種、農耕地との競合による生息地の破壊、木材利用等の伐採、繁殖能力の低さなどから、生息数が減少しており、モミ族の中では唯一ワシントン条約付随所に、 記載され、取引が監視されている。新高とドマアビエス川上台湾の標高2500の3500メートル付近の山岳地帯に分布。和名の新高は、台湾最高峰の玉山日本が統治している。間は新鉱山と称したことから来ており、台湾山種にはよく見られる、窃盗語である。中国名は、台湾霊杉、裏白もみアビエスホマレピス、東北南部から、 九州北部にかけて分布。和名は、葉の裏の気候が白く見えることに由来。種小名ホマレピスは、同じ林辺ののノイミ。アビエス・リッカーバタ。中国中西部寒粛省や四川省の山岳地帯に分布。中国名は、紫カレースギ。モミアビエス・ファーマ。東北地方から九州南部にかけて分布。日本のモミ族の中では最も南に分布する種類で。 他のモミ族と混成するときも、比較的標高の低い場所に生える。アビエス・ビションスアンシス1960年代に、中国南東部、石膏省百山祖地区の標高1700メートル付近で、発見された種。分布は極めて局所的で、発見時点でわずか7本。現存本数は、数本と言われる。中国名は発見場所にちなむ百山ソレイスギ。 エーファーマやエージーアンレンシスのア種変種と考える学者もいる。朝鮮モミアビエスホロフラ中国東北部から朝鮮半島北部、ウスリー地域に分布。中国名は杉松で一般にモミ属に当てられるの、ス杉ではない。樹高30メートル、直径1メートルになる。中型種で、林業用樹種としてよく用いられる。若い旧家はモミ属では少数派の緑色で、 こなすと茶色になる。種照明ホロフラは、完全な葉の意味。アビエスチェンジインシス。先制省からチベットにかけてと、インド極東部に分布。中国名は、新霊礼杉や先生ス杉。アビエスピンドルをネパールからアフガニスタンにかけての、ヒマラヤ山無役地域に分布。標高2500から3500メートル付近に、末族や東非族の信葉樹と混成することが多く。 特に霊量で多湿の北向き斜面に多いという、種照名はネパール語における本種の呼び名だという、アビエス・ジーアネンシス、中国南部の湖南小地域原産、太平洋を挟んで、ユーラシア大陸東部とアメリカ大陸西部に分布、かつて両大陸が繋がっていた名残とされ、松族の一部やヒノキ族にも同じような分布域を持つものがある。 アビエス・アマビリース・美しもみ北米北西部、アメリカとカナダ国境を貫く、カスケード山脈を中心に分布、英名はパシフィック・シルバー・ファーやカスケード・ファー、よく、米末と混成しているという、種商名・アマビリースは、可愛らしいの意味があるが、名前に似合わず樹高は30から40メートル、時に70メートルに達する中大型種。 アビエス・マリエシー・オーシラビソ・アオモリとドマツとも呼ばれる。青森県以南の東日本の山岳地帯に分布するが、分布域内であっても生えていない山が複数ある。樹高は条件の良いところで30メートルを超えるとされるが、多くの地域ではこれよりも格段に低い、ハイマツと共に鉱山を代表する、新葉樹であり、シラビソと時に混成するが、本種の方が多節に強いという。 種商業は、イギリスの植物学者、チャールズ・マリーズに由来、主に、ヒマラヤ周辺に分布、スドピシアは、東皮によく似たの、イミアビエス・デロバーヨー、インドシナ半島から、中国南部にかけての標高3000から4000メートルの高山地帯に分布、樹高は、最大40メートルに達すると言われるが、高山種であるために10メートルに満たないことも多いという、種商業は、 フランス人植物学者ペールジー・マリエデラビに由来、アビエス・ホブリー、中国四川省の高地に、局地的に分布。雲南調べアビエス・フォレスティ、中国西部、四川省からチベット、雲南省にかけての高原地帯に分布。中国名は、川天霊杉やケーナ霊杉。種商名は、雲南地区を探検した、イギリス人植物学者、ジョージ・フォレストにちなむ。 アビエス・デンサ・ヒマラヤ地域東部、ブータン、ネパール、インド北部の高所に分布。樹高は、最大40メートル時に60メートルに達する。アビエス・スペクター・ビリス、ヒマラヤ地域、チベットからアフガニスタンまで分布。アビエス・ファーガブ、中国西部に分布。中国名はトモエサンレースギア・タイハクレースギ。種商名は、フランス人植物学者、ポール・ギョーム・ファージアにちなむ。 アビエス・ファンジェンシェイ・ネンシス・アビエス・ユアンバーシャ・ネンシス。アビエス・スキマタ。中国西部、チベット高原の標高3000の4500メートルに、分布。中国名はウロコ・カワレーすぎ。種商名・スキマタは、臨片のあるの意味。いずれもメキシコに分布アビエス・レリー・ヒューザ。メキシコ南部からグアテマラにかけて分布。標高2000から4000メートルの霊量で霧のよく、発生する雲林に生し、 受高は30から50メートルに達するという。アビエスヒコリーいずれもアメリカ西部に分布。赤みを帯びた樹皮は他のもみに比べて大きく割れる。アビエスプロセラ、ノーブルもみオレゴン州、ワシントン州内のカスケード山無中南部に分布。英名はノーブルファーやレッドファー。最大樹高70メートル、直径2メートルに達することもある巨大種。葉は枝にびっしりとつき、上から見ると、 枝が見えない。旧家は、他のもみよりやや先細りな形で、大きさは時に20センチメートルを超える巨大なもの。アビエス・マグニフィカ・角場もみカリフォルニア州の北東部に、位置するシエラネーバダ山脈一帯とオレゴン州南部の山岳地帯に分布。英名は、シルバーティップ・ファー・ヤレッドファー。アビエス・ブラック・テアタ・アビエス・ミルリー全滅種。ありがとうございます。